やっぱりいいね。まあ少し悔しいですけど、結果的には八神さんにお願いして悪くなかったかなと。ありがとうございました。ならよかった。想像以上にバッチリ決まってるよ。ええ、では参りましょうか。クイーンルージュへ。沙織さんがメイクしてる間、店長には入店のことを話しといてよ。星野くんが言ってた通り、ある程度売り上げが見込めそうな子には阿久津からお呼びがかかるってシステムらしい。わかりました。要するに私は店のナンバーワンを目指せばいいわけですね。自信のほどは？できるかできないか保証はできません。ただやるだけです。どこまでもついていきますよ姉さん。行くかい沙織さん。このお店、近くを通ることはありますけど、中に入るのは久しぶりです。店長、沙織さんのこと覚えてたよ。前も一晩だけじゃなくて、本当はずっといてほしかったってさ。潜入キャバ嬢、再びですね。あ、その前にこれ渡しとくよ。無線のイヤホン。うまく阿久津のところに行けることになったら、それで連絡を取り合おう。何かやばい時はすぐ助けられるようにしとく。わかりました。背中は八神さんに預けます。ああ、それじゃあよろしく。ああ、沙織さん、本当に沙織さんなんだね。やっぱり別格の美しさだよ。君を見てると店の全盛期を思い出すな。お元気でしたか、店長。元気元気。ああ、いや、そうでもないか。前に来てもらった時はここを高級店で売ってたんだけど、それじゃあなかなか苦しいってことになってね。今は早い、安い、接客はまあまあって感じの方針なんだ。ええ、話は少し聞いてます。大きな声じゃ言えないけど、前のオーナーが賭け麻雀ではめられちゃってさ、で経営を RK に乗っ取られちゃったんだよ。以来よそと同じく格安路線に変えられちゃったわけ。でもさ、そうなると回転上げないと儲からないし、女の子の質も下がってくんだよね。見込みのある子には RK からお声がかかるとか。そうそう、よく知ってるね。RK は稼げる人、力のある人には待遇がいいんだよ。これをって子がいるとボーナス渡して気前のいいとこを見せようとするわけ。まあ阿久津さんってのが可愛い子と飲みたいだけかもしんないけど。阿久津さんとはどちらで会えるんですか？場所は特に決まってないな。いつも向こうの気分次第でね。もうボーナスもらう気満々じゃないの。
でもきっと沙織さんならいけると思う。その息だよ。聞こえる？沙織さん。ええ、入店は問題なかったみたいだな。俺は今のうちに助っ人を呼んでくるよ。助っ人？ああ、阿久津に会えるようになったら全員で書かれるようにね。それまで頼んだ。あら、あんたが店長の連れてきた大型新人さん。なんか思ったより年がいってるみたいな。沙織と言います。どうぞよろしく。あんた今までどこの店で働いてたの？普段は普通に事務仕事なんですけど、2年ほど前に一度こちらでお世話になったことがあるんです。何それ、気が向いた時だけのパートってこと？この仕事舐めてる？そんなお気楽な仕事だと思われんのは心外なんだけど。なるほど、ごもっともです。では今夜はお二人からプロのお手並みをとくと見せていただけると楽しみです。な、何その口の聞き方。こうやって休憩時間に新入りをいびるのもプロの技なんですよね。ああ、いけませんね、すぐそんな怖い顔したらお客様が楽しめなくなってしまいますよ。かな。見た目だけの勘違い女かと思ったら案外気合入ってんじゃん。ちょっとメグ、新入りにこんなでかい態度許していいの？この世界は実力主義だからね。仕事ができれば文句はないよ。お二人の足を引っ張らないように頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。沙織さん、メグさん、クリコさん、お客さん入ります。よろしくどうぞ。じゃあ見せてもらおうじゃないの、店長期待の大型新人の実力をね。ええ、望むところです。どうもー、メグです。いらっしゃい、クニコです。はじめまして、沙織です。おお、沙織ちゃんね。ああ、どうぞどうぞ、座って座って。いや、綺麗ですね。本当にこのお店最高。あ、どうも、はじめまして。でもな、俺の発する異議ありは、あ、それはもう検事たちを震え上がらせたもんでね。すごいですね、さすが弁護士先生。ああ、ずるいですよ、源田先生ばっかり。僕もね、こう見えて司法試験でトップクラスの成績だったんだよ。へえ、司法試験？ちょっと待ってよ、嘘でしょ。君たちもしかして司法試験知らないの？日本一難しい資格試験なんだよ。そうらしいね。資格なんだ。私も漢字検定3級取ったよ、中学の時。そんなのと一緒にしないでよ。漢字検定も立派な資格ですよ。え？司法試験に受かったなんて、そんなのもう随分昔の話でしょう。あなたはまだそんなことを自慢にしてるんですか？え、あ、いや、あ、ちょっと沙織ちゃん、お客さんに向かって何言ってんの？そうですよね、つまんない自慢なんかして最低ですよね。でも司法試験はその非常に難関でして、たくさん勉強しないと受からないんです。え、嘘、泣いてるじゃん。
どんなに過去のことでも、そのやっぱり素敵、すごいですよ。いつまでも自慢して許される過去の栄光です。だって司法試験なんですから。過去の栄光、そんな言い方されると。っていうか、そんなにすごいの司法試験って。ああ、そういえば私のいとこ、もう3回挑戦して全然受かんねえって言ってたし。でもそいつ東都大出てんだよ。東都大出た人が受かんないの？え、じゃあそれってマジですごいじゃん。おお、そうなんだよ。俺も遠い昔に軽く受かったもんさ。すごいですよね、弁護士ってやっぱり尊敬です。二人ともそう思わない？思う思う。それに弁護士って儲かるんでしょ？どこ行ってもモテモテじゃん。へえ、そんなことないよ。照れちゃって可愛い。今日楽しいですね、源太先生。いっぱい飲んじゃいましょうか。おーおー、どんどん行こう。木村も飲むとな。いただきます。ごちそうさまです。それでな、聞いてくれよお嬢さん方、俺は今夜は楽しい、楽しいぞ。キャバクラってのはいいもんだなってつくづく思うわけだよ。全く同感です、源太先生。とにかくここは接客が素晴らしい。あー、もう毎晩ここに来たい。朝までいたい。やだ、星野先生も源太先生もお上手。そうだ、じゃあまた来るってことならキープボトル入れちゃいません？いいじゃないですか、弁護士お金持ちなんだし。そうだな、いやお金はそんなにはないんだけど、今日はもういいよな。ボス、かっこいい。あれれ、沙織さんどうしたんですか？泣かない顔しちゃって。ほら、スマイルスマイル。そうだぞ沙織君、君はな、もうちょっと愛想よければ華やぐのにと俺は常々思ってたんだ。なんかお客さんたちって沙織さんと初対面じゃないんですか？うん、そういえば確かになんかちょっと時々ね。うん、どうなんでしょう、僕たち知り合いだとなんかまずいんでしたっけ？まずくはないですけど、私たち初対面じゃないですか。おかしな先生。初対面って俺たちがか？やだ、もうどうしたんです？二人とも、メグさんとクニコさんが変な目で見てるじゃないですか。別にそういうわけじゃないけどさ、でもなんか不自然は不自然だよね。あら、源田先生、私こんなにだらしなくなってきちゃった。初対面なのにはしたない？だらしないの？そうかな、だらしないですよこんなの。だからお願い、沙織を叱ってくださいな。じゃあどんなお仕置きがいいか言ってごらん。ちょっと先生、何ですかお仕置きって。離れなさいって。あ、ねえ、ちょっと俺らのとこにもあの子呼んでほしいんだけど。かしこまりました、沙織さんをご指名でございますね。俺も来てもらいたい。待てよ、こっちも頼みたいんだけど。いや、これは皆様お待ちください、順番にお伺いしますので。大型新人、期待以上だったみたいね。マジか、すごいねこれは。
礼、本当にすみませんでした。そんな、今日はたまたまうまくいっただけですから。いえ、そんなことないです。なんかトークの持っていき方も色気だって全部負けたなって思いましたから。おかげで私も今夜はいいお酒飲めて勉強になりました。いやー、3人ともお疲れさ。すごかったね。今夜は客が客を呼んでずっと引っ張りだこだったでしょ。久々の大盛況だったよ。これも沙織さんのおかげだ。いえ、メグさんと邦子さんが一緒に頑張ってくれたおかげです。そんな、今夜の MVP は誰がどう見たって分かってます。店長、ここに来たってことはもしかして沙織さんにボーナス出るんじゃありません？ああ、その通り。まさか初日からこんなトントン拍子に行くなんてね。さすがとしか言いようがないよ。阿久津さんからぜひ沙織さんをねぎらいたいって。金一封のボーナス支給だ。今さっさと表に迎えのタクシーが来てるよ。本当ですか？嬉しいです。うわー、すごい。本当に出るんですね、ボーナスって。私もいつかもらえるといいな。それで阿久津さんはどちらにいるんですか？着いてからのお楽しみだそうだよ。阿久津さんは自分の居所をオープンにしないんだ。もちろん神室町のどこかだとは思うし。あ、大丈夫、帰りもタクシーで送ってもらえるってことだから。そうですか、わかりました。とっても楽しみです。大丈夫だ、沙織さん。俺も今ちゃんとついてってる。すぐ助け行けるようにしてるから。運転手さん、今どこに向かってるんですか？いや、もうすぐにそこですから。神室町からは出ないんですよね？ええ、ご心配なく。この方向、多分半グレのたまり場に向かってるな。地下にあるクラブ、俺が相馬と初めて会った店だよ。ここんとこずっと閉まってたはずなんだけど、今夜は久々に空いてるってことかな。間もなく到着です。お待ちしてました。沙織さんですよね？すっごい綺麗。阿久津さんが喜びますよ。どうも、お招きいただいて。 RK は稼げる人を大事にするんです。ここに来たのはその素質を認められた証拠ですよ。沙織さんももう立派に僕らの仲間ですね。それじゃ僕が案内しますよ。お願いします。阿久津さん、今夜のヒロインをお連れしました。クイーンルージュの沙織さんです。ああ、なるほど。こりゃ前評判以上だ。来なよ。頑張り屋さんにはご褒美をあげて、明日もっと稼いでもらう。阿久津さんの噂は金がね。有名人と会えるなんて嬉しいです。まあ座んなよ。疲れてるとこ釈放しろなんて言わねえ。半端じゃなく高いんだよこの酒。無粋か？でもこれ言わねえとせっかくの誠意が伝わんねえだろ。そんなこと。そしてこっちがお待ちかねのボーナスだ。100万円入り。普通の OL さんなら大金だよな。誰にとっても大金ですよ。ほう、弁護士にとってもそうなのか、白崎先生。どういうことですか？
前にも RK に探り入れてきたんです、この女弁護士。そん時は河合のことを聞き出そうとしてきました。カムロ町はさ、もううちのもんがいろんなとこで目光らせてっから、怪しい動きするやつはすぐ情報が伝わってくんだよ。俺や相馬の居所をこそこそ嗅ぎ回るようなやつは大抵殺のスパイだが、それが今日は弁護士の女先生とはな。なんで俺んとこに来た？誰の差し金だ？あ？どうやらまずい状況みたいですね。弁護士の割には鈍いな。今頃理解できたのか？まずい状況なのは私ではなく、あなた方がです。なんだ？よう、思ったより探すの大変だったよ、阿久津。なるほど。沙織ちゃんの糸引いてたのはお前か。久しぶりだな、三下のお前が。組抜けてから小山の大将だって？笑わせんな。三下はてめえだろうが、東。お前らだけで乗り込んできた根性は買ってやるよ。いやがんな、お前は一度拾った命だったのにね。まだこっちは全員出揃っちゃいないよ。ああ、本当にぶっ殺してるのは相馬の方なんだがよ、とりあえず今夜は、てめえらで我慢してやる。カイト、てめえまだ殺されたんなかったかよ。じゃあ戦いのゴングを鳴らすのは、今日ここまで頑張ってくれた沙織さん、頼めるかな。え？美人が鳴らすゴングなら余計に気合も入るってもんだ。おう、一丁景気いいの頼むぜ。そうですか。ではお三方、やっておしまい。おーやー、うわーしゃWe'll be right back.
ゾアクツ、これでゆっくり話せるな。相馬はどこだ？あいつはどこに隠れてる？知らねえ。あいつは俺以上にコロコロ居所が変わるんだよ。なんだよ、結局お前もあいつの駒か。あいつはなんだ？お前らはなんであいつの言いなりになってんだ？相馬はどんな相手の嘘も見抜く。昔からそうだ。敵の言葉だろうが味方の言葉だろうがごまかしが効かねえ。裏切り者がいりゃそいつが動くよりも前に殺す。どんなに遠くだって見えてかすかな匂いだって嗅ぎつける。だから俺はあいつにだけは嘘をつかねえようにしてきた。この業界で生きるには嘘を見抜く能力に限る。アホか、そんな便利なもんあってたまるかよ。お前は何も分かっちゃいねえんだ。あいつには先が読めるんだよ。途上階を抜けるのだって誰より早かった。普通組み抜けるには大金がいる。上に金詰めなきゃ殺されたって文句は言えねえ。極道ってのはそういう世界だ。誰に向かって講釈垂れてんだ？けど相馬よ、登場会に先がねえと踏んだ途端国から飛んだ。上に一言も伝えず金も積まずに出て行っちまった。そんなのただで済むわけねえだろ。だよね。だから俺は奴が飛ぶと知った時忠告したよ。お前消されるぞってな。だが相馬は笑って俺にこう言ったんだ。この組は終わりだ、俺が殺されるわけがない、余裕だって。むしろ俺にお前も抜けちまえ、何も気にすんなと逆に忠告してきやがった。どういうことだ？あの頃もう登場会って組織には組抜けるもんまで構ってる余裕なんてなかった。それを相馬は見抜いてたんだよ。で実際無断で組抜けたのにあいつには誰も手出さなかった。確かに相馬はスルッと組抜けた最初の一人でした。目端が効くのは間違いねえ。登場会が先細ってくる間あいつは地下に潜って RK のネットワークを一人で作り上げちまった。それでお前は相馬のパシリになったわけか。俺に相馬を仕切る器はねえよ。俺は RK の表向きの顔に据えられただけで裏からそれを操るのは相馬。 RK に引っ張り込まれた時から俺もそれで納得してる。お前も器がねえなりに自分が見えてるじゃねえか。阿久津、相馬は公安に使われてる。そのことは知ってるか？公安？じゃあ相馬が河合信也を神室町で探してた理由は？知らねえ。あれは相馬がある筋から金積まれた仕事だって。桑名を追う理由は？いや。なら
相馬と公安の接点は。何でもいい、思い当たることはないか。知らねえ。なんだよ思い当たることって。まさかな。いや、あり得るか。ん？なあタボ、もしかしたら相馬は公安そのものだったかもしんねえぞ。ん？どういうこと？公安そのものって。ああ、公安ってのは人をスパイに仕立て上げて情報を取る、そういうのをエースを作るってんだ。狙われるのは右翼とか左翼、反体制的な市民団体とかそういう連中でよ。もともとそこにいるメンバーの弱み握ったりして、公安は自分らのエースにする。公安は自分のエースを見つけて育てる。だがな、公安の警官自身がスパイとして潜入することもある。例えば極道の組織にな。すると警察の情報にやたら詳しく、嘘を嗅ぎ分けるのがうめえって極道が生まれる。じゃあ相馬がその潜入捜査官だったってこと？さっき阿久津が言ってたろ、相馬は組を抜けるとき登場会全体に先がねえことが見えてた。若い三下の組員がそこまで確信持てるとは思えねえ。だがよ、そいつが警察やら公安の情報を持ってるなら話は別だ。登場会のこともカムロ町の動きも手に取るようにわかる。だから相馬は登場会の解散を見越して動けたわけか。ええ、そして組を抜けたあいつがやったのは、登場会からあぶれたヤクザたちの受け皿を作ることだったってのはどうだ。その手の奴らを公安で把握監視するためにだ。実際 RK は今も俺とか元登場会の極道を勧誘してる。つまり RK って組織はチリジリになったヤクザを公安が管理するために作られた。公安のやりそうなことではあるぜ。犯罪組織をいちいち潰してたら、どうせまた別の新しい連中が出てくる。そいつらを一から調べ直すより、把握できてる組織をほどほどに泳がせといた方が利口だ。でもそのリーダーを公安が自分でやっちゃうって、ズブズブの癒着じゃねえか。相馬が公安の潜入。おい、だとしたらやべえぞ。のんきに喋ってる場合じゃねえ。何が？あいつにはこの部屋のことも筒抜けなんだ。相馬が本当に公安で、今俺らが話してたことを奴が聞いてたとしたら。おい阿久津、相馬に筒抜けだったらどうなってんだよ。相馬は誰にも今の話を聞かれたくねえはずだろうが。もうやめろ。やられた。